スター・パイシスは、マレーシアのスター・クルーズが運航している、クルーズ客船。スウェーデンのレデリ・ AB ・スライトにより、フェリー・カリプソとして建造され、1994年まで、バイキング・ラインが運行した船を改造したものである。1980年代以末は、バルト海に就航するフェリーの建造ラッシュであり、 シリアラインとバイキングラインの2社は1985年から1991年にかけて新たに11隻を就航させた。本船は建造中の1989年にバルチラの造船部門が破綻したため、トゥルクのマサ造船所が造船所の経営を引き継いで建造されたが、建造費は計画を超過することとなった。1990年4月30日。 トゥルク・マリエハムン・ンストックホルム航路に就航した。1993年、レデリ・エビースライトは、当時世界最大のフェリーとなるヨーロッパの建造を発注していたが、受領直後に発生したスウェーデンクローナの切り下げにより、資金を賄えず、ヨーロッパは3月にシリアラインに売却された。4月にレデリ・エビースライトは倒産した。カリプソは、同系のアテナと共に、 8月に競売にかけられ、スタークルーズが落札した。その後、1994年1月まで、バイキングラインで運行された。ナーンタリに開港されたカリプソは、ドック入りし、スターパイシスと改名された。さらにラウマのフィニヤードに開港され、クルーズ客船への改装が行われた。1994年4月、ランカプリスターアクエリアスと改名されたアテナと共に、 シンガポールからのクルーズを開始した。元来、ダークブルーの船体二条部に細い赤線の入っていた、塗装は、スタークルーズの他の船と同様に白く塗り替えられた。その後、香港へ移動し、昼間と夜間のクルーズを行った。2009年5月、クルーズ客船としての運航を中止し、最初は、香港で後に、クラン港で回収に入った。2010年2月、 ペナントーからのクルーズにより運航を再開し、12月まで続いた。その後、2011年1月にシンガポールでリノベーションを行い、スタークルーズの新塗装が施された最初の船となった。台湾航路に回ったスーパースターアクエリアスに代わって2月末から香港発着のクルーズを開始した。ペナントー航路にはスーパースターリブラが投入された。ありがとうございます。